ゆるつむぎちゃんです。ユニバからですね、こちらお菓子の詰め合わせセットが届きました。イエーイということで、でこちらはですね、その1枚のものが5000円で買えちゃうっていう、まあ、超お得な福袋なんですよ。でそのユニバ史上最高といってもお得なぐらいなんですよね。うん。でこちらの方も今日も開封していくんですけども、まあ、普通に開封したら面白くないので、まあ、今日はですね英語禁止で開封しようかなと思ってます。で、僕昔その英語禁止ユニバでしたんですよ。で、その時の罰ゲームが、まあ即帰宅やったんですよね。で、別にここ家なんで即帰宅あんま関係ないんで、まあ今日はですね、英語を言ったらワンデコピンということにします。だから英語を言ったら自分で自分のデコをデコピンするっていうね、罰ゲーム付けで今回ですね、こちらをですね、開けていきます。じゃあ早速ね、開けていきましょう。いや、ほんまにその、任天堂ワールド関係の商品開けたらいいのにな。英語禁止ってめちゃくちゃ難しいですからね。昔一回やったことあるけど、ハサミないからこちらのシャープペンシルで、あ、くらえ、これ終わらへんやん、こんなんしたら。よっしゃ、いつも通りに3つ入ってる。すごい、ほら今回も大量に入ってますよ。大量にこちらの地球儀が目印の遊園地のやつですね。じゃあ早速ね、こちらの方ね、開けていきます。まずはこちら、袋入ってるな、袋。おお、ほら、この袋はおなじみの、赤い化け物と、桃色の化け物。で、ほら、おうち時間に笑顔とハッピーを。あ、そう、ほら、おうち時間に笑顔と幸せよって書いてますよ。で、今回もね、大量に入ってますから、大量に。で、まずはですね、こちらですね、バーン、ほら、犬のお菓子。犬のお菓子って、なんかご飯の、なんかおかきみたいな感じですね。ご飯のおかきって書いてますね、こちらの。おお、すごい、中身が2つですね、2つ。ちょっと食べてみますわ。こんな感じで、こんな感じ。うん。あ、もうよくあるライスクラッカーっすわ。あ。次はこちらです。バーン、黄色い化け物のお菓子。僕これ黄色い化け物系の商品すごい好きなんで。おお、めっちゃ大量に入ってますわ。うん。うわ、めっちゃいい匂いする。いちごの匂いする。いや、ちゃうわ、これ。いちごじゃなくてこれバナナの匂いやわ。あ。なめんなよ。香りがすごいわ、これ。こんな感じでこんな感じ。うん。ホワイトチョコとバナナの味。あ。二段切りだ。ホワイトチョコとバナナですね、これ。あ、言っちゃった。そう。いや、めっちゃ。白い甘いやつと、なんか黄色い謎の果実のお菓子です。じゃあ、どんどんね、開けていきましょう。バーン、おお、ジョーズの、サメのね、なんかお菓子ですよ。おお、ジョーズ系でこういうお菓子初めてじゃない？この福袋で。うん。いや、まあ、あったかな。僕、買った時は、あったことなかったさ、こういう系は。うん。さっき上手って言ったっけ？ここだ！おー！プリントされて、書かれてるわ、これ。うん。うん。なんか味はなんか普通にそのパンとかに塗る。なんか味は普通に、こういう、なんやろ、まあ、小麦粉でできた平べったいやつに塗る、クッキーですね。うん。そりゃ！おー、これ違う種類の模様やわ。うん。うん。あー、うん。同じ同じ。次はですね、こちらです。バーン！また白い犬ですね、白い犬。うん、白い犬系の商品めっちゃあるからね、ほんまに。こんな感じで開けれる。ほら、すごい。はぁ、ほんわりいちご。うん、うまっ。他にもいっぱい種類あるわ。うわぁ、これあれ、キャラメルやわ。うん、外国のベタベタするお菓子の匂いする。うん、うん。うわぁ、黒いお菓子。4種類入ってるやんな、全部で。うん。こちら、白い、黒いお菓子。じゃあね、残り3つね、開けていきます。また白い犬系のお菓子やわ。おー、めちゃくちゃ入っとるお菓子が。うん。ほら、印刷されてるよ。この、白い犬と、おはげちゃん。あー、おはげ
げちゃんってなんやねん、おはげちゃんって誰やねん、おはげちゃんっていただきます。うん、まあ普通にクッキー、うん、じゃあ次開けていきます。うん、よいしょまた黄色い化け物とあの熊のぬいぐるみのやつですね。楽しくなってるわ、楽しくなってるわ、かわいい、めっちゃかわいい。お菓子もほら大量に入ってますよ、お菓子も大量に。ほらかわいらしいね、あの熊のぬいぐるみ。いただきます。うん、まあ普通に何やろな、すごい黒いお菓子こちらですね、こちら。うん、今のはですね、なんかその冬のあの寒い時にこたつの中で飲んだら美味しいやつですね。こういうねお菓子系ですね。うん、うまそう。いただきます。うん、まあ、これはうまい棒うまい棒みたいな味がします。うん、まんまうまい棒。うん、うまいわ、これ全然サクサク食える、これだけでも。じゃあラスト1個ですね、ラスト1個、よいしょ。おー、これは昔買ったことあるぞ。よいしょ。おー、大量に入ってる。これはやばい。もう黄色い化け物集団ですよ、ほんまに。ほら、めっちゃうまそう、これ。いただきまーす。どんな味やろ。うわ、かわいい、これ。ほら、ミニオンが描かれてる。うまっ。黒いお菓子、うまいわ、やっぱり。うん。うわー、これなんか特にかわいい。ほら。うん、ちょい、あの、黄色い長い果実感もあるけど、うん、めっちゃうまい。うん。おー、ボブが、よく人気あるやつが書かれてるわ。うん、うん、うん。はい、じゃあね、これで終わりです。はい、じゃあね、今日はですね、その、英語禁止で、その、青い地球儀が目印の公園の、お菓子の積み合わせのお得なあの袋を紹介してきました。で、これほんまにその1万円が5000円で買えるので、マジでお得なんですよ。だからぜひ皆さんもね、次回作があったらぜひね、買ってみてください。で、僕的には、まあ個人的には、こちらのジョーズは初めて僕当たったんで、すごいね、良かったですね。と、はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画を上げると思うので、チャンネル登録とグッド評価、通知ボタンも忘れなく、ただけで、バーイ。あ、くらえ。